シャルル・ジョンゲンは、ベルギーのバイオリン奏者、リエージュの生まれ、地元の音楽院で、アンディ・コック、パリ音楽院で、ルネ・ヴネデッティ、オランダで、ヘルマン・クレバースの各紙にバイオリンを学んだ。1961年のミュンヘン国際音楽コンクールのバイオリン部門と1963年のエリザベート王妃国際音楽コンクールのバイオリン部門で、セミファイナルまで残り、 エリザベート王妃国際音楽コンクールに出場した同じ年にベルビーからビュータン賞を贈られた。1968年にリンブルフ交響楽団のコンサートマスターになり、1969年にリエージュ交響楽団のバイオリン奏者として加わった。さらに、死のコックが創設したソリストドリエージュにもコンサートマスターとして参加し、 アンリーエマニュエルコックの主催するリエージュ氏死従相談のメンバーも務めたチャールズ・ジョンゲン2019年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年2月26日へ閲覧シャルル・ジョンゲンディスコングスシャルル・ジョンゲンオールミュージックありがとうございます